ジュリエット・ロー・ジュリエット・ロー・ジュリエット・ゴードン・ローは、1912年にアメリカへ、ガールスカウトを伝えた女性。1860年10月31日、ジョージア州サバナで生まれる。父は裕福な実業家、ウィリアムズ・ワシントン・ゴードン2世。母は、シカゴの出身のジュリエット・マジル・キンツェ・ゴードン。26歳の時、 スコットランド人の奥満長者アンドルローの息子、ウィリアム・ローと結婚、イギリスに引っ越した。彼女は耳が不自由であったが、夫はそれに頓着することはなく、次第に不仲となり、1901年に別居。彼女とローとの結婚は、子供を儲けることもなく不幸な結婚として終わりを告げた。1905年にウィリアムが病死した後、ジュリエットは、 ロバート・ベーデン・パウエル卿とその妹のアグネス・ベーデン・パウエルと出会う。彼女は未亡人年金により、金銭的には豊かな生活をするようになっていたが、生活の張りを失っていた。パリで趣味の彫刻を習っていた頃、共通の趣味である彫刻を通して、BP と親しくなった。1911年、BP と話し合い、ガールガイド指導者として、 第二の人生をスタートすることを決心した。しかし、その後、ロバート・ベーデン・パウエル教徒の婚約を破棄する。1912年、故郷のジョージア州サバナで最初のガールスカウトを始めた。これがアメリカのガールスカウト運動の始まりである。1927年1月17日、ガンデ死去。 故郷サバナにガールスカウトのユニフォーム姿で埋葬された。ありがとうございます。